これから新しい商品パッケージによる売上アップのソリューションについてご紹介させていただきます。パッケージが商品価値に与える影響はとても大きく、商品をより魅力的に見せるパッケージにより売上がアップすると言っても過言ではありません。こちらの商品をご覧ください。このお寿司、価格はいくらに見えますか？ではこちらはいくらに見えますか？同じ商品でもパッケージやラベルによって商品のイメージがかなり違ってくるのではないでしょうか。これを検証するため、ラベルと帯フィルムで価格の印象がどれだけ違うかインタビューしました。はい、今日は商品のパッケージの違いで価格のイメージがどれぐらい変化するのかインタビューしていきたいと思います。このお寿司いくらに見えますか？特上って書いてあるから1700円ぐらいか。結構1800円ぐらい。実はこの値段なんです。おー、思ったよりも安い。すいません、はい、あのこのお寿司、はい、いくらに見えますか？1600円ぐらいですかね。1600円。実はこのお値段なんです。ああ、安いですね。安いと思います。すいません、あのこのお弁当をいくらに見えますか？そうだな、結構いいのも入ってるから1800円かな。1800円。実はこのお値段なんです。安いんだ。本当、このように帯フィルムは商品をより魅力的に見せることができそうです。一方、通常のラベルを貼ると安く見えてしまうのかもしれません。そこで帯フィルムの効果について、都内にあるスーパーマーケット A 社様で3つの調査を実施しました。最初の調査です。ラベルと帯フィルム、初めて見た印象はどうでしょうか。買い物客へラベルを貼った商品と帯フィルムで巻いた商品の印象を聞いてみました。このようにラベルと帯フィルムの印象は大きな差が出ることが実証されました。次の調査です。ラベルと帯フィルム、それぞれ同じ商品価格でどちらが多く売れるのでしょうか。数種類のお弁当について調べたところ、ラベルから帯フィルムに変えると売上 108.5%、 販売数 109.3% で帯フィルムの高い効果が実証されました。そして最後の調査です。ラベルから帯フィルムに変えると商品の価格イメージはどのように変わるのでしょうか。お弁当の価格について買い物客108人に聞きました。ラベルを貼ったお弁当の実際の価格は380円です。では同じ商品に帯フィルムを巻くと、なんと 88% の方が実際の価格より高く見えると回答しました。その平均価格は560円。実際の価格380円より180円も高く見えたのです。このようにラベルから帯フィルム包装に変えれば商品の高級感を高めることができそうです。この調査の通り、帯フィルムには2つの効果があることが分かりました。1つ目は販売量アップの効果です。今までと同じ価格で販売した場合、消費者がお得感を持つため売れ行きが良くなります。2つ目は商品のイメージアップの効果です。商品をより魅力的に見せることができて、購買意欲の増加が図れます。それではいくつかの商品でラベルと帯フィルム包装の違いをご覧ください。次にデリカ売り場に並んだ商品でラベルと帯フィルムの違いをご覧ください。
皆さん、帯フィルム包装のイメージはいかがでしょうか。商品や売り場のイメージが大きく変わったのではないかと思います。商品のイメージを変えて売り上げアップへ、帯フィルム包装のご導入をぜひご検討ください。